ましたからね。岡本選手としては、まあ、彼に負けないようにコントロールしたいですよね。さあそしてまずは最初の得点はパラスでした。そうですね、外れましたけど非常にこう、はい、あの味方のスクリーンの使い方が良、ね、かったですよね、完全に今ですね。この色ステップからさらに最後フェイダーがいない。外に開いて、あっと手につきませんか。よく守りました。ファールもらいましたね、はい、いやパラスでやるのみ飛び込んでいって、おお沈めました。さあ今非常にいい動きしましたね。はい、今ちょっとね京都はラインナップちっちゃいですから、ね、はい、ここはディフェンス頑張りたいですよね。まあまあ最後は今いますよ。あーっと今度はまたすぐに沈んできます。この宮のところまで運んで、あれからパラス、パラスのこのステップです。いや浮かせてこれも決めていった。あの流れ非常に悪かったので、まあ、もちろんあの残り回攻撃回数少ないところではありましたけれども、はい、まあ、あの一旦プレーを切ることができて京都的にも助かったかも分かったですね、はい、できてないですよね、はい、なので外からのシュートも、はい、まあ、あの非常に距離があるというか。なるほど。いやこれを沈めていきました。いいぞ、外から打ってこれを決めていきます。